いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は久しぶりの樹脂コーティングの動画になっていますので、もちろん最後まで見てくれますよね。というのもですね、有名メーカーの樹脂コーティングを8種類自分たちで準備をして、新しい樹脂パーツにそれぞれコーティングを塗布しました。まだ動画見てないよって方は概要欄に URL 貼ってます、見てください。前回は黒さツヤナンバーワンを決定しましたが、今回は全施工を終え約1ヶ月そのまま放置をしたんです。というのもですね、なんとコーティングをした樹脂を自宅のベランダで天日干しし、その後の様子を今回は撮影しています。左からブラックコート、レジンコーティング、黒樹脂復活剤、さらにブラックショック、そしてスーパーハード、ブラック&ブライト、さらにその隣はペルシードのガラスコーティング、そして3年耐久のブラックコートの順番にコーティングを施工しています。樹脂の黒光り加減やウォータースポットに差が出ているのが分かりますか？ここでちなみになんですけれども、前回の動画の振り返りをしていきましょう。私たちは樹脂コーティングの価格と耐久性の比較を表に表しました。左側からブラックコートが耐久性3ヶ月、そのお隣のレジンコーティングは耐久性がおよそ半年、そしてその隣のカーメイトの黒樹脂復活剤は耐久性が同じく半年、ホルツのブラックショックも同じく耐久性が半年、価格がね異なるんですけれども、隣のクレのブラック&ブライトは耐久性がなんと1年、そしてワコーズスーパーハードも同じく耐久性が1年という高価なコーティング剤ですね。そしてガラスコーティングペルシードは耐久性が1年、一番右端のガラコートさんのブラックコートはなんと耐久性が3年、そして施工のしやすさランク1位はペルシードのガラスコーティングで、初心者の方でもムラになりにくく上品な黒ツヤが魅力的ということで1位になりました。その他2位はシュアラスターレジンコーティングなど4つのコーティングが第2位に輝きました。そして施工直後の色ツヤランキングも一緒に振り返っていきましょう。第1位だった商品はこちらになります。第1位は黒樹脂復活、商品名の通りの新品以上の黒光りでした。私たちが選んだ第2位はシュアラスターのレジンコーティング、こちらもね美しい黒ツヤが見えますよね。続いて第3位だった色ツヤランキングのコーティング剤はプロスタッフのブラックコートになりました。まだまだ続きがあります。第4位色ツヤランキングだったのはこちらのペルシードのガラスコーティングになります。第5位も行きましょう。第5位は何だったのかと言いますと、こちらワコーズのスーパーハードのコーティング剤になります。続いて第6位はですね、右端のコーティング剤になります。こちらは耐久3年のブラックコートですね。まだまだ行きますよ。第7位がホルツのブラックショックになります。残念ながら第8位だったのはクレのブラック&ブライトという結果になりました。今回は改めて1ヶ月経過後の樹脂コーティングを見ていきます。まずね、今回はベランダの屋根に被らない場所にこちらの樹脂を放置いたしまして、昼間は完全に日光に照らされた状態で、雨の日もしっかり雨が降りかかる環境にしました。放置期間中は一切洗ったりもしていませんので、天然な状態になっています。1ヶ月後の様子を見て、私たちのおすすめコーティング剤を改めて今回大発表したいと思いますので最後まで見てください。ちなみに樹脂の色味が黒ければ黒いほどかなり雨じみが目立つなぁと感じました。ちょっと分かりづらいので商品のねパッケージも一緒に写真載せながら解説していきます。施工した場所や天日干しした場所などにも今回はよると思うんですけれども、若干の色落ちとウォータースポットが全体的に目立つ形となっています。今こちらはホルツのブラックショックですね。そして黒樹脂復活剤、こちらは名前の通りかなり黒光りを保っていました。樹脂の黒みを重視するか、汚れの目立ちを軽減するか、それともツヤを重視するのか、求める品質によって自分に合うものが変わってきそうですよね。ちなみにプロスタッフのブラックコートは3週間ほどで施工していないとことの違いが分からなくなっちゃって、今回新品の樹脂に施工したということもあり、劣化した樹脂だとまた違いが出るかもしれません。
ちなみに今回ウォータースポットが最も目立ちやすかったコーティング剤も個人的な見解でご紹介したいと思います。なんかと言いますと、こちらの黒女子復活ですね。樹脂の黒みが最も濃いかった分、ウォータースポットが目立つ結果となりました。一方で最もウォータースポットが目立ちにくかったコーティング剤も大公開したいと思います。こちらは耐久性がなんと3年のガラコートのブラックコートでした。なぜかというと、程よい黒みとツヤを残しつつウォータースポットが目立たなかったという結果になりました。あくまで個人の意見なので、あらかじめご了承いただけたらと思います。ちょっと動画のね、光の加減上、通過するときにアメジミにご注目ください。横に流れていくときにちょっとね、一緒にアメジミ見ていただきたいなと思います。まだまだ動画は続くんですが、次はこの汚れとアメジミを取っていきたいと思います。一旦ちょっと水場にやってきまして、樹脂を持ってきたんですけど、シャワーのようなお水の水圧でより色味やツヤの違いを確認していただくために水洗いをしていきたいと思います。最初ね、ちょっと頑固な汚れとかついちゃうかなと思って泡も準備してたんですけど、先ほどまで付着してた汚れとかアメジミは一体ね、水洗いでどうなるんでしょうか。これもね、ちょっと見届けてもらいたいなと思います。もちろんお水弾いてくれてますね。お水で洗い流すと汚れはもちろんアメジミも綺麗に落ちてくれました。ちなみに水洗いをした後の樹脂パーツをご覧いただきます。こんな感じですね。樹脂のコーティングした部分と、あと後ろにパッケージを一緒に並べてますので、照らし合わせてご覧いただけたらと思います。あと一つちょっとね、隙間が空いてると思うんですけど、こちらはワコーズのスーパーハードのコーティングですね。続きましてはこちら、皆さんも大注目だと思うんですけども、1ヶ月経過した後の色ツヤランキングを改めてつけてみました。1ヶ月天日干しした状態の樹脂パーツはどんな色味に変わったんでしょうか。一緒に皆さんも見届けてください。1ヶ月前とね、1ヶ月後どれだけランキングが変わったのかも注目ですが、第1位は変わらず黒樹脂復活。黒ツヤがあり新品のような美しさを保ったため第1位になりました。見比べると1ヶ月経ってコーティングの落ち具合とかツヤ感にも違いがありますよね。続いて色ツヤランキング第2位に輝いたのはこちらの商品になります。こちらも変わらずレジンコーティングですね。色落ちがほとんど見られないため樹脂の色味をキープしてくれていました。第3位は前回と順位変動があったようなので見ていきましょうか。第3位はどのコーティング剤だったのかと言いますと、私たちが一押ししていたこちらのペルシードのガラスコーティング。1ヶ月後も黒みがありつつ上品なツヤ感が変わらず保たれていました。第4位以降を決めるのはかなり悩んで、コーツがつけがたい状態でしたが、まあ、どうにかちょっとランキングをつけていきたいと思います。4位はガラコートのブラックコート。こちらも前回よりもランクアップしました。なんといってもですね、コーティングをつけてない箇所との色味がはっきり分かっていただけるかなと思います。しかも耐久年数が3年、規格外の耐久性なので今後の経過も非常に楽しみですよね。続いては第5位を決めていきたいと思います。本当に正直差はほとんどありません。ですが、まあ一応決めていきたいと思います。第5位はこちら、ワコーズのスーパーハード。耐久性1年、価格帯がちょっと他と比べると少し高いんですけど、その分品質も言うことなしの結果でした。正直差はほとんどありません。ですが、まあ、樹脂の黒みを重視していきますと以下のような結果になりました。第6位はブラックショック。マットな黒さがコーティング保たれていまして、ツヤの程度は少々やはり落ちるんですけど、樹脂本来の黒みをキープしていたので6位になりました。第7位は何のコーティングだったのかと言いますと、緑のパッケージといえばあの商品ですね、ブラック&ブライト。こちらは紫外線や雨、熱による樹脂の白化を防ぐコーティングなんですけど、天日干しで若干色味が落ち気味になってしまいました。残念ながら今回8位となってしまったコーティング剤もこちらになります。左端のプロスタッフのブラックコートですね。こちら耐久性は3ヶ月になるんですが、残念ながらコーティングがほぼ落ちている状態でして、耐久性が3ヶ月というもののコーティングをしている場所としてない場所の区分がほぼ見分けがつかなかったので8位にさせていただきました。
そして1ヶ月経過後のおすすめのコーティング剤を大発表したいと思います。2つありまして、1つ目は第2位だったシュアラスターのレジンコーティングになります。こちらはウォータースポットも目立たなかったことと、黒みと色ツヤが非常に美しく保たれていたのでおすすめします。あと1つは前回同様ペルシードのガラスコーティングになります。こちらもね、先ほど同様ウォータースポットがあまり目立たなかったっていうのもあるんですけど、やはり高級感上品さを引き出す色ツヤが目立ちました。ここまで私の声を入れながら見ていただいたんですけど、ぜひコーティング剤を参考に考えていらっしゃる皆さんも多いと思うので、違いをねぜひお楽しみいただきたいなと思います。1ヶ月経過してもだいぶ色味だったりツヤ感が各々で違いますので、そちらもお楽しみください。いかがでしたか？今後の樹脂コーティングの経過報告も引き続きお楽しみにしていてください。施工直後から月日が経つと、また違ったコーティング剤それぞれの特徴が垣間見えましたね。良い面、気になる面が見て分かったことがたくさん皆さんもあるのではないでしょうか。今後の経過報告でもその時に応じたおすすめのコーティング剤を大発表する予定になっています。また次回もぜひお楽しみにしていてください。まだまだ動画終わりませんよ。というのもですね、今見ていただいている視聴者の皆さんに大切なお知らせがありますので、引き続きお楽しみください。何かと言いますと、カーカーカーチャンネルではパネルを使った新企画を始動することが決定しました。マツダ CX60 売れ筋のボディカラー6色を贅沢に使用して、ツヤ撥水の違いを徹底検証していきたいと思います。こちらも簡易コーティングの検証になります。またまたお楽しみにしていてください。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。前回の動画も気になる方はぜひ URL 概要欄に貼ってますので見に来てください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。